ちは。こんにちは。はい、今日はね、長寿梅をやりたいと思います。はい、長寿梅はね、実はいろんな種類があって、バラ科のボケ属っていうふうに言われてるんですけど、のぼけの変種とかね、歪性種って、いうふうに言われてます。長寿梅、まあいろんな種類の中で、一つ大きく、まあ花の色で、赤い花がね、通常なんですけど、白い花もあります。これですね、これが白葉、まあ花咲いてないんですけど、白長寿梅で、葉っぱをこう比べてもらえるとわかると思うんですけど、まあちょっと葉っぱが大きくて、色が少し黄緑色っぽいかなって、このね、濃い緑に対してちょっと薄い感じ。はい、そういう葉っぱをしてます。これは白長寿梅で、白長寿梅はまあいろいろ聞くと昔非常に高価だったりとか、で当然高価だと挿し木をして増やしてって、で数が増えてやるとまた値が下がってということで、こう人気と価格が乱高下するようなことが、まあ過去はあったようなんですけど、まあ今はどうでしょうね。赤花が割とこう人気樹種なんで、まあ人気と価格はちょっと安いかもしれないんですけど、ただまあ非常に貴重でね、なかなか見ないんで、そういう意味ではまあいいかなと、一つぐらいね持っててもいいんじゃないかなというふうに思います。はい、赤長寿梅の中でもですね、今度は1号星と2号星っていうのがあります、ここにあるのはまあ1号星なんですけど、2号星っていうのはですね、葉っぱがこういう葉っぱに対してちょっと葉っぱが大きくって、やっぱり少し黄緑色っぽい、白に近いは近いんですけど、で幹肌がですね取りやすくて、なかなかこう荒れてこないという、で枝もねこう割とこう走るんですね、まっすぐね、直線的に、まあそんなあの枝の形をしてるんで、まあ太りやすいということで、割とこう模様着のがっちりした木なんかはですね、その2号星の長寿梅がね、意外と多いですね。で1号星2号星のさらにもうちょっと大きいやつで、これがですねおそらくなんですけど、しどみっていう、しどみ、しどみがねまさしくのぼけなんですね。ですからさっき長寿梅があ のぼけの編集って話をしましたけど、やっぱりちょっと葉っぱが大きいんですよね。で花もちょっと朱色っぽいようなあの花をしてます。正直言ってこれ長寿梅だと思ったんですけど、まあ、葉っぱ大きいなと思いながらも、まあ、これなんかもね相当大きい葉っぱなんで、こういうのを見るとちょっと普通の長寿梅じゃないなと。あ、さらにそののぼけしどみですよね、のぼけとまた別に今度ボケがあるわけですよ、ボケちょっと見てみますか、これが当然の ボケですね。ちょっと葉っぱがねだいぶ落ちちゃってるんですけど、葉っぱがね割とこう細長いようなボケは、あの種類ですね。で似てますね、やっぱ長寿梅ね。似てる。葉っぱが少しこう細長いような感じなので、それとやっぱこう立ち木ですよね。立ち木、さっき言ったのぼけとかってしどみとかっていうのは割とこう横に生えていくような、そういうあの低木の木なんで、まあ、そこら辺が樹形としては違うかなと。ただまあこういうね株立ちのやっぱりいっぱいこうヤゴメが出てきて株立ちですから、まあボケっぽいな、ボケの種類のね代表的な形かなという感じがしますよね、でまあ長寿梅はですね、あの非常に今人気があって、私も大好きなんですけど、まあ何がいいかっていうと、やっぱりこのちっちゃいね葉っぱ、葉っぱがちっちゃいっていうことと、この濃い緑、それから花がまあ四季咲きということで、まあ年がら年中咲いてると。冬なんかあの葉っぱがなくても花だけ咲くようなぐらいのことがあるんですけど、まあそういうことで非常に人気で、特に1号星の赤花の中でも真っ赤なものがあって、これは今非常に高価というか、あの海外中国の方とかでもすごく人気があると言われてますね。まあいいことばっかじゃなくて、まあここがどうかなっていうところが一つは、まあね、あの実がねかな、ここにちっちゃいのありますけどね、大体こう実って赤い実だったり青い実だったり、実が見たいってあるんですけど、あまりよろしくないっていう感傷上ね、ですからこういうのは、でまた養分をどんどん吸っちゃうんで、見つけたらもう取ると。で花もですね、ですからあんまり、いっぱいつけると、まあ、すぐ実になっちゃうんで、観賞するんだったらいいんですけど、観賞しないんだったら、まあ、花は咲いたらこう摘果していって、場合によっては全部取っちゃうということですね。あとね、アブラムシがいっぱいつきますんで、いとこっていうかな、あの特徴でもあるんですけど、それをねつけるたびにスミチオンかけると葉っぱを落とすんですよ。葉っぱ落としちゃう、スミチオンにあんまり強くないんで、ですので、まあ、スミチオン以外の殺虫剤を使うか、あとは冬場ですね、12月とか2月ぐらいに石灰溶合剤で、まあ、消毒してあげると、アブラムシもつきづらいというのが対策ですね。こんなとこかな、ちょっと待って、ちょっと帰ってきたんですか。今日は真面目に話しようと思って。あとは、樹形の話ですね。で、樹形は、ヤゴメっていうのが結構出やすいんですよ。こういう
あ、これもそうですね。こういう若い芽がポーンと出てますよね。中ですね。中の方に。あ、これもそうだな。これちょっと強い芽ありますよね。ヤゴ芽。で、こういうのが出やすい樹種なんで、比較的だからこういう株立ち、まあこれもみんな株立ち同じような樹形ばっかりですけど、これとか、こういう樹形がすごくできやすい。さっきのボケもそうですよね。それと、あとは根が上がったようなこういうものだとか、根上がりだとか、こういう、これだこうちょっとギュッと牛すくするために引っ張っちゃったんですけど、そんなような根ですね。こういうものが、まあ、できやすいと。だから株ですね。これもそうですよね。はい。で、秋はですね、どうすれば選んでいいかっていうと、この時期剪定、剪定ですね。例えばこういうの長いですよね。例えば剪定でこう落としますと。で、今度これは挿し木できるわけですね。剪定、挿し木、それから針金掛けも適宜ですし、はい、その後植え替えもいいと、はい、いうことで、まあ、秋は長寿梅。秋は長寿梅。長寿梅。一年の作業ができますと。で、この時期植え替えがいいっていうのは、まあ、バラ科全体に言えるんですけど、本当がん種苗というね、がんができると、まあ、春に植え替えするというね、元気になってがんができやすいということで、まあ、この時期、9月10月ぐらいなんかは植え替えの適期ですと、はい、いう言われてます。あったヤゴメ。ああ、ありましたね。まあ使ってもいいんで、まあでもこれだけありますからね。根茎が上がってるんで、これも切っちゃいましょう。あの上をね、守るためにっていうことですよね。針金3種類ですね。はい。1.5 と2ミリと 2.5、これぐらいで、はい、どうでしょう。ぐるっと回してもらってっていうか、うん、回しますけど、どこにが正面がいいかっていうところですよね。ぐるっと回して。この鉢の入れ方だと、はい、ここは正面なんですけど、ちょっと気になるのがここの枝ですよね、これが前に出てると。盆栽なんでもそうなんですけど、まあ、心拍のシャリとかもね、あ、ジンか、塗装とかもそうですけど、こう見る人に向かって前に出てると、すごく違和感がある。針金でこう寄せるのもあるんですけど、もう一つは、やっぱり足元の太いところを見せてあげたいとなってくると、これとかちょっと太いですかね、そうですね、こっちよりもね、ちょっとこの辺で、ちょっとこの辺正面にして、まあそれにしてもちょっと針金で寄せてあげて、で流れがいまいちはっきりしないのがあるので、ここら辺をぐーっと針金で下ろしていって、であとは、まあ、全体で頭作るようですけど、まあ、これで作るか太いですからね、ちょっとこっち行っちゃってますけど、流れがこっちに作りたいんで、これを少し針金でこっちに寄せてみて、まあ、全体でこう頭作ってみて、はい、でこっちは少し小さめにするというところで植え替えしてみたいと。はい、針金かけと植え替えですよね。鉢がですね、ちょっと随分小さすぎたなと思った今。ちょっとちっちゃかったかな。一つは、まあ、穴がないんですよね、これね。ただ、やっぱり出鉢なんで、出鉢は紅白に使うってよく言われるんですけど、はい、梅だったりだとか、楓だとか、水木なんかだとね、意外と出鉢でも、合うことがあります。サツキもそうですよね。釉薬は多いんですけど、デイバチのね、飾ることもあって、木が古い樹木となり得るような木の場合にデイバチ使うことあるんですけど、で、今一つは、ここはやっぱり腰高だって話をしたんですけど、これだけ高いから、こういう深い鉢も、これも合うと思うんですよね。なるほど。うん、深い鉢が合う、これとか、これなんかも合うかな。あ、これだって合いますね。今このまま植え替えるのであれば。で、今これで合うんですけど、そうすると今度こういうふうに腰高のやつをこう幅りを作って、こう流れを作ってやっていくと、意外とこういう浅い鉢だとか、これちっちゃいですけど、でも合うかもしれない。これもこういう楕円とかですよね、今だとこの長方か合わないですけど、こういうふうに出していくと、枝を下ろしていくと合うようになるかもしれないっていう、ちょっと形によってやっぱ変わってくると思う。面白いね。どこだか分かんないけど、そうですね、すごい足がね、凝っててね、クリカ満載ですよね。入ればこれは面白いと思うし、これは割と有名な大輔ね、落下見ると結構しますよね、今ね。多分4万5万したんじゃないですか、下手すと。東福寺、はい、東福寺もこの手はね、昔国風の売店でも1万2000とか1万5000で買えたんですけど、初代のやつですよね。こういうのが合えば、今もっと高いってことですよね。あ、もうちょっと上がってると思いますね。これが前紹介したギョウンさん、当時年のお弟子さんだった人ですね。はい、はいはい、すごい。そんなに値段上がらないんですけどね、すごいいい鉢だと思うんだけど、こんなの入ったら面白いですけどね。います？
いやいや、わかんない。入るかどうか。ギリギリじゃないですか。うん、じゃちょっとまず針金かけてみて、樹形作ってからですね、あのヘチハチは選びましょう。ぐるっと回してもいいんですけど、一応まあ鑑賞のことを少し考えると、後ろの遠いところを通した方がいいかなと。針金をできるだけ見せないのと、まあ、遠いところを通した方がいいんで、これとこれを一回かけますね。難しそう。うん。あ、ちょっと掃除しましょうか。その前に、はい、ちょっとこの辺汚いんで、うんうん、掃除しますね。長寿貝はいいですよね。今ね、すごい人気がね、また出てきたみたいで、さっき言った赤い花がすごい高値になってきてるって話で。赤好きって言いますもんね、中国の方。ね、そうそう、中国の方は縁起がいい。だから長寿っていうね、名前もいいし、うん、ちょっと歯ブラシでこすりますね。で、裏通すのもこういうとこ当てちゃうとちょっと傷んだりするんで、うん、できるだけ内側を通して、で、これは下ろしたいんで、まあ、針金を上に入れると、うん、新藤さんも買ったやつ僕も買いました。わかりました。あ、ね、やっぱこういう使いやすいのはね、うん、どんどん紹介して、そうですね、ね、そういうのがどんどん浸透していってくれると嬉しいですよ、浸透さんだけ、浸透さんだけで、こいつは少し寄せたい、一旦後ろへ持ってってからこちら側へ戻してあげると、うんうん、で正面ちょっとこっちに振るんでちょっと前出しますね、うんうん、これを少し、これちょっと長いかな、ちょっとこれ詰めますね。これ揃っちゃうんで、はい、ここで。うん、どうでしょう。で、ここら辺になってくると、今やったのが、これを少し下げて、これが足木ですから、下げて、まあ、最後はちょっとこっちに向けると。はい、これ斜めにしてあげるのと、ちょうどこれがこの辺の間から見えてると思うんですよね、うんうんうん、これがガランドになっちゃうんで、背を押さえるだけじゃなくてこの辺も埋めてあげると、うん、なんとなく流れが出ましたかね、こっちにね。そうです ね、 ね、背も低くなって横広くなって、うん、あとはどの鉢に入るか。これ入ったらかっこいいんだけどな。そうですね、根はどう、ね、どれぐらい深いか ね、 でもそんなに、うん、深くないんで、うん、ただちょっとこれでも浅く感じれますね、うん、あの浅くしてあえてここを象徴するっていうのもあるし、うん、まあ、これだけボリュームがあるんで、もうちょっと深くても入れちゃう、これ合いますね、これもね、うん、これもいいよな、これ入ったらいいですね、うん、もういいですね、うん、いいですけど、鉢割れると怖いんで飾るならいいんですけど、あ、これ合うな、これ一番合うな、これ一番合いますね。サイズもね、サイズも 深さもいいんですよ、うん、これもいいな、これも良くなってきましたね、やっぱりね、全部いいですね、ね、これがね、やっぱちょっと合わなくなって、これがちょっと合わなくなってきた、これやっぱりこれ入れましょうか、なんとなく合いそうな気がしますね、うん、ちょっとあのやっぱりこれだけ あの大きさがあるんで、はい、ちょっと深くてもいいかなって、うん、さっきはこれを下げたら合わないんじゃないかって言ってたけどやっぱ合いますね深い方がいいですね、はいはい、浅い感覚っていうのはなんか皆さん感じてもらえれば、うんうん、この辺のねちょっと浅いかなって ね、 ね、じゃあちょっとこれでいきましょう。絵的にはこれいった方が、うん、動画的には、動画的にはねでもそんなにいい鉢でちっちゃいじゃないですか、ね、ここに置いとくの怖くないですか。怖いですね割れるかもしれないし。そうですよね。じゃあそれ、これにしましょう、やっぱりね、これにしましょう。で、これだけ模様のあるやつで、はい、よくこう、落款があって、ここかな、ここはしょ落款かな、うん、はい、でここに落款があるとするとこういうところが正面だよって言うんですけど、はい、こんだけこういろんな柄があるとですね、うんうん、やっぱり絵的にいいところ選んだ方が面白いと、うん、そうするとこれなんか面白いですよね、色がね。例えばここだとするとここに U がかかっててちょっとこっち高くないですかね、うんうん、あ、高さが、高さが、そうするとこっち流れ作りたいんですよ、使い方としては。ここが厚い、あるいはこの釉薬がこっちがたっぷりかかってると、はい、こっち流れの場合はこう正面で使う、うん、で今回こっち流れですから、これでいいんじゃないかな、まさしくここで、うん、あの色も面白いし、あの鉢 この柄的に流れがこっちになってくると、はい、はい、いうところで、そこを正面にやっていきましょう。まあ止め方は前から言ってるように、あれこういうふうにやっちゃうんで、
さっきどれだっけな。あ、こういうのは丁寧な人ですよね。多分前の方がこう返すやつですね、くるっとね。盆栽はね、別に網の止め方で文句言わないですから、うん、そうですね、ね、あれこれやだよとか言わないと思うんで、動かなければね、いいってことですかね。そう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 。まあ赤い鉢はね、あんまり避けた方がいいよって言うんですけど、あのこれぐらいだったら問題ないと思うんで、はい、1ミリか 1.5 ミリにするか。やり方も前も言ったいろいろあって、こういうのを1個つけて、はい、ここにぐるぐるっと巻いてやる方法もあるんですけど、はい、結構ね、鉢の裏が薄くなっちゃうんで、うん、あえてここ太い針金で止めるの、うん、太い針金にしといてこのままやっても全然いけちゃいますんで、そういうやり方しちゃいますね。そうするとすっきりしますよね、この見た時にね、はい、これもしっかり止まってればいいんで、盆栽は文句言わないですから、はい、よし。で、あとは、まあ、花を楽しみたい人はコップに入れてもいいですし、私みたいに花は別にいいよって、うん、むしろね、その実をつけるリスクを考えて花はそんなにつけなくていいよっていうのであればコップに入れる必要もないですし、はい、あと腐葉土とか砂をね、いいっていうこともあるんですけど、いい、これでいいや、これで、はい、限られた、はい、じゃあこれさ、限られた、さあ、じゃあここまで一応準備してから、はい、はい、行きましょう。はい、服部さんの鉢ですね、これね、うん、服部って書いてますね、服部って書いてますね、服部って書いてます、さあ入るか、問題は。結構砂利入ってますね、やっぱりね。 あとあれですね、あの秋の植え替えがいいっていうのが、はいはい、あの岩種病っていうね、ちっこいのができるんで、ああ、これもそうかもしれない。あります、うん、あ、あら、ちっこいのある、岩種病、うん、これそうかな、ちっこいの、うーん、じゃがいもみたいな、はいはいはい、はいはい、これですね、これ、まあ、これもそうですね、これもありますよね、ちっこいの、まだちっこいですね。これは長寿梅とか、そう、バラ系ですよね、バラ系だから、バラは秋がいいっていうのはね、あの春に植え替えすると、まあ勢いよくやっぱり成長しちゃうんで、のができやすいと、進行が広がっちゃう、広がっちゃう、そうですね、できやすいってことですよね、元気ついて。これできてたら切るしかないですか。うん、ただ本当に悪いのって、名前はね、岩種病って言って、だけど自分でこれが本当にあるから悪かったっていう経験してないんで、なるほど、分かんないですよね、みんなそう言うけど、なるほど、分かんないですよね、これはちょっといろんな人の意見聞きたいですね、うん、そうそう、聞かないと、うん、これがあったから本当にダメだとかね、コメントをくださいって感じ、そうですよね。鉢的には入りますね。いや、なんか乾いちゃいそうで僕は怖いと思っちゃうけど。そうね、でもどうなんですか、ミニ盆栽とかやってる人はこれぐらい、こういうのやってるってことですよね、すごいな、ほとんど入んないですもんね、そうですね、こういうところの間通していくといいですよね、値上がりならではですね、こういう、ハリガニが見えにくい、見えにくいように、そうですね、じゃあ貴重な土なんで、貴重な、できるだけ、まあ本当はこういうふうに浅いたいんですけどね、はい、手入りますか、手あればちょっと入りますか、せっかくだと植え替えしたんで、あれマニアックなやつ結構4番ぐらい来ましたね、マニアックな、あの曲げるやつ、曲げるやつ、あ、結構あれ伸びがいいです、いいですね、うん、最近だと、最近だとあれですね、一番伸びてる、マニアックなやつよ、ちょっとマニアックなのもいけるかもしれないですね、ね、あれがいけるんなら、いや、まああれ以上何やろうかあれ以上我々がやっぱ初心者の頃、木村先生がね、うん、大改作なんてやって、やっぱりそれがすごく雑誌的にも受けて、なるほど、うん、こんなことできるんだっていう感じですよね、そう、すごいな、この人はって、チェーンソー使ってね、うん、やってたのは印象にあるけども、神様みたいな人ですからね、我々からすると、うん、ね、あ、これ映すのあれかもしれないですけど、あの肥料たくさんあげてたんで、実はうわ
あのいっぱいいたんです、これ。何なの？いや、これ、肥料から、肥料から出てくるやつですね。あ、肥料の中に卵があるみたいな。うん、肥料をいっぱいあげると、肥料1個どかすとね、これがね、10匹ぐらいザーッと実はいたんですけど。よし、じゃあ、水やりを。はい。優しい水をあげる。毛やる隙間もないぐらいなんだけど確かに根はね、やっぱり見せなくちゃいけないんで、うん、根を下げてやった方がいいですね、これね。根を下げて、あ、根を下げて、あ、下げて、はいはい、こういう感じで入れていくわけですね、はい、根っこの間にね、うんうん、かわいい、うん、これ反対面ですけどね、巻いたようにいろんなこうやつをやると変化が出るんですよね。そうですね、うん、あのいろんな苔を入れてあげて、でこうベチャってやるんじゃなくてぼっこりぼっこり作ってあげると、うんうん、まあ非常にこれ結構難しいんですよ、これやると ね、 そうですね、うん、こういうのがポコポコポコってこうできてくると、うんうん、ちょっともうちょっと本当はね、もうちょっと右に植えるとよかったな。いやでも本当に微妙ですよね流れが出ましたよね。確かに流れ出て、流れ出て、まあ鉢もやっぱりちょっと太い深い方が合いますよね。大きさ的にはいいんじゃないですかね。ほっこいんだとね、ちょっと浅かったかもしれない。なるほど、うん、まあ、好みの部分もやっぱありますよね、きっとね。これじゃあやっぱりちょっと合わない感じもするな。いいんじゃないですか ね。そうですね、うん、自分で言うのも変ですけど、こういう感じで。そうですね、長寿梅はじゃあ これからの時期も。そうですね、結構楽しめる。冬はどんな。いやでも10月じゃないですかね。10月まで、うんうん、こういう針金掛けと剪定と植え替えと。なるほど、うん、じゃあこの期間にギュッて詰まってるんですね。そうですね、秋は長寿梅、秋は長寿梅、はい、秋は長寿梅で。なるほど、じゃあこんなところで。はい、こんなところで、はい、ありがとうございました。